はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第97回でございます。で、今回のテーマは夏休みの過ごし方、まあ、前回ね言ってたやつですね。で、サブテーマが〇〇するのはここ、そしてキーワードはメリハリという感じで喋っていくんですが、今日ね珍しくいつも前で撮る、前日が前々日に撮るんですけど、今日当日撮ってます。しかも夕方に。で、あのね、今息子、うち2歳になる息子がいるんだけど、俺で、その息子と一緒に今留守番中 でここしか撮れなくって、ちょっと今週だから普通に喋っちゃうと思うんです、息子が。だからちょっとこう聞き取りづらいところとかもあると思うんですが、それまあお許しいただいた上で、そう、こんな感じで、ね、みんな調子はい、という感じです。あの、ちょっと、あの、本当は大事なテーマなんですが、サクッと喋っていきますので、まあ、よかったら聞いてみてください。で、今回夏休みの過ごし方は、大きく分けて受験生、まあ、中3、高3の子と中1、中2、高1、高2の子分けてちょっと話していきます。でも結局やることはその〇〇するのはここってとこに、まあ、凝縮するというか、そこに執着するんですけど、まあ、中3、高3の子は受験勉強するのは当然でしょ。で、受験勉強はほとんどがまあ今までやってた勉強と、それが終わったらじゃあ次にまだ勉強してないところをやっていくっていう風になるんですけど、みなちょしはい、あーてーで、よいしょ、ごめんね、ちょっと抱っこしてるもんで、ちょっと待ってね、よしよし。だからこう何をしていくかっていうと、その〇〇は復習になるのね。で、これは受験生も中1中2高1高2の子も変わんないっす。あの、なんでかっていうと、夏休みって何がいいって勉強が止まるんだよね、学校の。当然だけど、だから今まで例えば中1の子だったら、これまで4、5、6、まあ、3ヶ月半ぐらい中学校行って勉強してきたでしょ。で、全部が全部マスターしてればいいけど、そんなことないじゃん絶対。どっか苦手なとこもあったし、あ、分かんないってテスト取れなかったとこもあるわけだよね。で、ここのタイミングで復習をしないと、その分かんないことを放置したまま夏休み明けを過ごすことになる。で、学校の授業スタートするからね。で、学校の授業スタートして新しいことを勉強しながら復習ってめちゃくちゃ大変なんだよ。しかも部活とかもやってると、そこに塾とか習い事も入ってくるからね。だから復習するのはここしかないです、夏休みしか。で、もちろん冬休みとか春休みもそれに使えるけど、期間が違うから全然。約40日、1ヶ月以上あるからね。そう。だから復習するならここです。どの学年でも。そう。で、どうね、復習するかっていうのは、まず自分の苦手なところとか、ね。で、あんま得意ではなかったところを重点的にやっていくと。で、自分、例えば俺の動画使ってくれるんであれば、あの、なんだ、単元は分かれているので、それをうまく使ってくれたらなと思います。で、これね、多分多くの先生が言うんだよ、復習しろよって、苦手だったとこやれよって言うんだけど、これね意外とやらないんだよね、みんな。で、なんでやらないかっていうと、復習ってやってなくてもあんまりこう苦労しないイメージがある。で、逆を言うと、やったところであんまり効果が出てる気がしないんだよね、復習って。でも、これやっぱ小さな積み重ねで、その積み重ねが、例えば中1中2の子、高1高2の子だったら1年後2年後の受験で大きく変わってくる。その時にどれだけ苦労するかって量も違うしね。だから、ひとまず復習するっていう、勉強に関してはね、っていう意識をすごく持っとくといいです。どれだけ復習できるか、今までの勉強でいっぱい穴が開いてる、できなかったところをね。で、その穴をどれだけ埋められるかっていう、その勝負どころです、夏休みは。で、もう一個のキーワードのメリハリですね。で、これはダラダラジオをもし長く聞いてくださってる方がいれば、おっとまた言ってるよみたいな感じになるかもしれないんだけど、俺よく言うんだよ、メリハリって言葉で。これはまあね、よく知ってるそのメリハリそのままの意味なんですけど、勉強だけをしろとはさらさら思わないです。はい、これは受験生であっても遊ぶべきだと思ってます。ひとまず、まあ、遊びすぎはダメだけど。で、よく言うのは、本気で勉強して本気で遊べ、あ、噛んでる本気で遊べっていう、うん、それが大事。もちろん勉強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 で、それでね、モチベーションが保てるという人はいいんです。たまにいるけど、そういう人も。でも、やっぱりそこは強靭的なハートが必要になるんだよね。基本的にやっぱ疲れてしまう、勉強っていう、基本的にやりたくないことばっかりにやってるとね。だから気を抜くというか、一回なんだろう、スイッチをオフにして、もう遊ぶとか、まあ、何でもいいですね。遊ぶだけじゃなくても、あの、好きな音楽をとことん聞くとか、カラオケに行くとか、何でもいいです、それは。でも、オフの時間を作って、で、もう一回オンを入れ直す。
で、このメリハリっていうものをしっかりうまく使いこなせるとやっぱりね、こう勉強の効率も上がります。5時間ずっとやってる子と1時間休憩、1時間休憩、1時間休憩、結局じゃあ1時間で15分休憩みたいな感じでやっていくと計4時間しか取れないと思うんですよ、5時間を使った時にね。でもそれでも4時間しかやってない子の方が5時間きっちりやった子よりも効果が出ることなんてザラにあるんだよね。でそれは今5時間っていう時間の単位で説明しましたけど、それを夏休みっていう約40日間の戦いですわ。そこを使う上でもメリハリやっぱりよく使っていくといいです。で、まあ、特に受験勉強はそうですけど、もうね、受験勉強っていうのはもうマラソンです。ほんと長距離のマラソン、もう 42.195km ぐらいじゃないよね、もっと長いマラソン走んなきゃいけない。だから常にダッシュで走ってたらバテてしまうんだよね。だから常にダッシュではなくってちょっと走って休憩して、いやちょっとダメだよ、電気変えたら画面変わっちゃうからね、ちょっとごめんね。そうだから常にダッシュではなくって気を抜く、休憩するタイミングをちゃんと作るっていう。でその休憩の時もグダグダ休憩しない、そう今休憩するから本気で休憩するよみたいな感じでメリハリをつけれるといいです。であまり細かくはそこまでは言わないんですけど、あとはね、こうそうそう、ちょっとみんな、ちょっと息子がね飽きてきちゃったんであれなんですが、あの休憩実感、休憩の取り方は、時間で決めるのが一番いいです。とにかくよく休憩のね仕方とかも質問を受けるんですけど、例えば1時間、今1時間っていうかね、これね、勉強する量は俺時間じゃなくて量で決めろってよく言うんですけど、1時間勉強しろではするじゃなくって、この数学のワークをここまで勉強するみたいな量で決める、そう、そっちの方がいいです。本当は効率的には良くなるから。でそこまで終わったら、じゃあ15分休憩するみたいな感じで休憩時間は取ります。でその休憩時間15分は何してもいいです、基本的に自分で決めたことだから。でも例えば15分ね、あとじゃあ1分で休憩終わりって時に歌を聴き始めました。で1分で歌終わんないでしょ、だから15分経った時には歌が途中なんだよ、もしかしたら一番好きなサビのとこかもしれない、でも切ります。なぜなら15分って決めたから、絶対にそこははみ出さない。そういうね、きっちりしたこだわりをやっていくとすごくメリハリがつきます。やるときはやるんだって、やらないときはやらない、休憩のときは休憩するんだっていう。でそれが例えばじゃあ今日は友達と遊ぶって、で遊ぶんだけど、じゃあ今日友達と遊ぶために前日ここまではやるよみたいなっていうのもきっちり決めていく。そうやって計画を立ててやっていくといいです。すごいいい夏休みの過ごし方ができるからね、といった感じでございます。本当はその計画の立て方とかも話そうと思ったんですが、今回ちょっとねお願いしたいのは、いつも聞いていただいてね、コメント欄いろいろ書いていただく方もあるんですけど、もしこの夏休みに関することというかで質問があれば、この夏休みの過ごし方のところのコメントに書いていただければ、あとはメールをね直で送っていただいてもいいんですけど、それをもしある一定量まとまってね来るようであったら、次回のダラダラジオとかで撮ってね、質問に一気に答える回とかも作ってみようとは思っているので、そうなので、もしよかったらね書いてみてください。全部はね答えられるかわからないんですが、おそらく今までの傾向だとコメント欄よりも直接メールいただく方が多いです。質問ってのはもうね1対9ぐらいの割合で全然違うんですけど、多分みんなの目に触れてしまうので、コメントはだからね、メールだったら俺しか見ることないんで、もしちょっとみんなには見てほしくないなとか、そういう思いがあれば、メールで送っていただいても構わないので、もしよかったらそんな感じでやってみてください。ではちょっとね駆け足になってしまったんですが、みなちゃんも頑張って耐えたねけどね、今回のハイチのダラダラジオ第97回、テーマ夏休みの過ごし方とで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回は質問がもし多いようだったらそれを一気に答えます。でもしねそういうちょっと量的にもねボリュームが足りないなっていうことであれば、違うテーマで喋ろうと思ってますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。